ポケモントーナメント任天堂カップモンスターボール、レベルの合計が155以下のポケモンたちで繰り広げられるバトルです。さあ、彼らは一体どのようなファイトを我々に見せてくれるのでありましょうか。ここでサイコキネシス、おーっと、皮一枚で繋がった。おっと、糸を吐いた。おーっと、素早さがダウン。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここで火炎放射だ。よし、あー、ノックアウト。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでヤンヤンマの登場だ。さあ、激しいバトルです。ここで守りの体勢に入りました。ここで10万ボルトだ。おっと、当たりません。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。技がうまく決まりません。おお、これは一歩だ。あーっと、一撃で倒れてしまった。さあ、一方的な試合が展開されております。ここでキャタピーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ、熱いバトルが展開されております。最後の一撃が入った。これで勝者決定です。ここで試合終了。今、両者が最初に使うポケモンをフィールドに出し、バトルが始まりました。
大きなダメージ、一撃でダウン、早すぎるダウンです。さあ一方的なバトルになってしまうのか。ここで鉄砲王の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。これだ、おっと急戦に一撃で崩れ落ちた。さあこの強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでニョロゾの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1。ここで一発、すごい一撃。おっと催眠術、あっと眠ってしまった。おっと食べ残して体力を回復しました。さあこの眠りがバトルにどう出るか。ここでポケモンをチェンジです。ここでケンタロスの登場だ。さあこの場面でアルイット、さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。今準備が整って、ここでシャドーボール、よし、これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。ここポケモンスタジアム、観客の声援に迎えられながら今第3回戦スタートです。これで素早さと引き換えに強くなりました。こちらも能力をアップ。まずは両者とも自分の能力を変化させる作戦を取っているようです。さあ今度は小さなダメージ、自分の能力のアップに集中だ。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。まだまだ能力をアップします。これはどうだ、アルイット、さあ熱戦が続いております。さあここで軽く一発、まだ攻撃には移らない。両者とも大健闘です。軽い一撃、
能力のアップに集中だ。白熱したバトルが続いております。この攻撃、アルヒット、まだまだ能力はアップします。さあ、熱いバトルが展開されております。さあ、この場面で小さなダメージ、ここで体力回復だ。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあ、今度は軽い一撃、ここで体力回復だ。さあ、激しいバトルです。これはどうだ、軽く当たった。この攻撃、これは有効だ。次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでサイホーンの登場だ。これは期待通りの活躍を見せてくれるか。両者とも大健闘です。さあ、ここでアルヒット、ここで一発、これは効いている。さあ、出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでゴマゾーンの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。ここで防御力をアップです。いった、スイッチ撃。残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。